8カバーを買ってみました。机の上に置いても違和感がない布タイプのカバーです。ピカス用に買いました。上がすぼんだ巾着型になっています。鉢全体を覆うことができるので土が気になる人にはおすすめです。家では基本作り置き用の麦茶を飲みますが、休日の朝は優雅に紅茶を入れてみます。今回の紅茶はウバにしてみました。キームに続いて世界三大紅茶の一つです。蒸らしている間にアレカヤシを移動させます。我が家の10号鉢の中では一番重くて、移動するのはちょっと一苦労です。結構お年を召しておられるので古い枝がたくさんあります。いらない部分はハサミで切っちゃいます。新しい葉はこのようにまだ葉っぱ同士がくっついています。この鉢の土には買った時から水苔が敷かれていてふかふかしています。重い理由は多分この水苔のせいですね。ウバの紅茶、素人にはこの前飲んだキームンとの違いはちょっと分かりませんでした。あとは蒸らしすぎて渋かったです。休日のお部屋の様子です。ずらりと並べられています。窓も開けてセット完了。部屋干し用の天井フックは植物を吊るすのにも便利です。ピカスの近況報告です。実はですね、この前盛大に葉焼けを起こしてしまいました。黒いところが葉焼けしている部分です。庭に出して直射日光に当てていたのが原因です。
日光に当てるのは問題ではないんですが、当てすぎていたんだと思います。ピカスは樹形も変わらずに丈夫で安定していた子だったのでショックが大きいです。まあ全部がダメになったわけではないので再生は可能ですが、一気に3分の1の葉っぱを失ってしまうことになりました。皆さんもお外で日光浴をさせる際には気をつけてくださいね。こちら殺虫剤です。貝殻虫って知ってますか？植物の葉っぱにつく3ミリくらいの害虫です。この前シュロチクの葉っぱがベタベタしていたので観察したら貝殻虫と判明しました。害虫なので急いで対処します。たくさんスプレーを吹きかけておきました。風通しの悪さで繁殖するみたいです。風通しは良くしているつもりだったんですけれども、置き場所を変えてみます。はい、ということで今回の動画は以上です。